んという殺人級スマイル、うわ好き。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。ついにやってまいりました。もうすごい待ってたイデアバースデーキャンペーンの告知が参りました。もうほんと今日絶対来ると思って、もういつ来るのかなって、まあ絶対6時に来ると思ってたんですけれども、もうほんといつもう待ち遠しすぎて気づいたら1時間考えてたイデアのことについて。うわー、こっち見て笑ってやがる。もう好き。もうツイステ君、私を殺すことにもうたけてす、たけすぎてやばい。このちょっとあのハロウィンのカードとあの少し表情が似てるとこ、あん時の笑顔も好きだったけど、こん時の笑顔もめっちゃいい。引けと言わんばかりの笑顔。はい、そして、期間、開催期間なんですが、こちら予想通りですね、誕生日前日の、12月17日から、12月の23日までとなっております。でもこれは絶対スタートダッシュしたい。あの笑顔をスタートダッシュでゲットせねばならん。ということでお分かりですね、今回も有給取っちゃいます。だって見てくださいよ、これちょっとね、ポッケにモテてなんか突っ込んじゃって、何それちょっと悪ぶってんの、かわいいねイデア君は。もうはあ、ちょっとあのカードの詳細を見ていこうかと思うんですけれども、バランスタイプですね、きっと火と、属性になっておりまして、なんとデュオがレオナ、おじたんとのデュオ、しかもパソスと絶対欲しい。っていうか見てくださいよ、このスチルやばないですか。え、てかスタイルいいのが丸わかりなんですけれども、え、服着ててこんなにスタイルいいの、ちょっとねイデアし大丈夫、ちょっとね逆に心配になっちゃう、このスタイルの良さ、みんなほっとかねえぞ。キャップも似合うしさ、もう髪結んでんじゃねえよ。そしてこのイデアおめかしとの表情のギャップ、最高すぎますよね、もう笑顔笑顔ないよ、もうしかもな、あのいつものフヒヒじゃなくて、ちょっと非リア充っぽくないですか。こいつ絶対イケてるだろ、もうお前そういうとこだぞ、私を狂わせるの。ということで決定いたしました、私あさって17日スタートダッシュで、イデア氏をお迎えに上がりたいと思います。これは本当にゲットせねばならん。ということで、あのあさってお会いしましょう。はい、というわけで今回はここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。